あ、起きた。ねえ、大丈夫？わかんねえ。目覚ましたらいきなりこれよ。とりあえずもう一回寝るか。はあ、あんたはずっと寝てれば。みんなもいるよ。なんか不思議な場所だけど。おかしいですよね。自分の部屋で寝てたはずなのに。私もです。目が覚めたら皆さんと一緒にここにいました。ほぼ全員だな。まさか敵中か。山岸、何か分かったか？シャドウの気配はありません。危険はなさそうだけど。え、ちょ、なんだ？レディース&ジェントルメン。お待ちしておりました皆様。ようこそベルベットルーン。もとい、こちらはあまたの熱き魂たちがくんずほぐれつ、一夜限りのパッションを貪る奇跡のパラダイス。ようこそクラブベルベットへ。びっくりした。っていうか何、誰？小粋な登場の演出でございます。深い意味はございません。おお、小粋って自分に使う？てかすげえ美女、お前の知り合い？チキショー、お前いつの間に。ああ、でもってことは敵じゃねえってこと？でそのお姉さんが俺らにどんなご用件すか？願ったり叶ったり。それでは問答無用で説明に入らせていただきます。なんか強引な人だな。大丈夫なんですか？私の姉やら妹やら諸々の事情によって、ただいまよりこの場にて宴を催す運びとなりました。つきましては皆様にふるってご参加いただきたくお呼び立てした次第でございます。宴ってパーティー？お、なんか楽しそうじゃん。そういうの大歓迎よ。待て、イオリ、ただのパーティーではなさそうだな。それで我々にどうしろと？よくぞ聞いてくださいました。皆様には私のゲストとしてダンスを披露していただきたく存じます。ダンス？なーに、難しく考える必要はございません。いわば己のパッションを心のままに解放し、ステージを沸かせるだけの簡単なお仕事。いや、仕事とか言われても。悪いが俺たちにそんな暇はない。ご心配には及びません。現実の皆様は今絶賛爆睡中でございます。ここで起こることは全て一夜限りで儚く消える、いわば歌方の夢。どれだけお過ごしになっても現実にはどこかの毛ほどの影響もございません。どこかの、夢の中だからどれだけいても時間は経たないってことですか？パーフェクティブ採用でございます。また現実で目覚めればたちまちここでの記憶はどこへやら。皆様はきれいさっぱり、頭しゃっきり、普段と変わらぬ爽やかな朝を迎えられることでしょう。存分にお楽しみくださいませ。お楽しみくださいって、想像以上にマイペースだなこの人。なぜ我々が踊らねばならない？訳を聞かせてくれ。訳でございますか？はて、それは、あ、皆様は普段
大変険しい道のりを行く旅の途中、さぞや張り詰めた日々をお送りかと存じます。僭越ながら私、せめてもの息抜きと来るべき日への勢いをつけていただければと、このような場をご用意させていただきました。こんな感じでいかがでしょう。絶対今考えましたよね。皆様にお引き受けいただけなくては他に頼めるあてもなく、不祥極まる妹に一泡吹かすことは永遠にかなわずに、私の威厳はそれはもうずるずると地を這いずること間違いなし。妹？お気になさらないでください。それは私的な事情でございました。とにかく私、この方の旅路を陰ながら必死にお支えしてきたつもりでしたが、にもかかわらずこんなお願いも引き受けいただけませんとは。ですが、それもすべては私の不徳のいたすところ。悲しみはこの部屋の青色よりもさらに深く。おい、泣いちゃったじゃんよ。どう見ても嘘泣きでありますが。情に訴えるつもりか。絶望的なまでに稚拙だが。どうすんの？実際君ってこの人のお世話になってるんだよね。恩人か。なら放っておくわけにもいかないな。どうするんだ？俺は構わんぞ。僕も構いません。別に嫌ってわけでもないし。え？何よ？意外とみんな乗り気なわけ？皆さん、ご承諾いただけましたね。客人に二言はあらず、これにて契約は成立でございます。それでは皆様には、心赴くままパッションなる舞踏を披露していただきたくお願いいたします。やっぱりね、急にテンション上がりすぎでしょ。私、OK って言ってない。そもそも我々にはダンスの技術などないぞ。そこはどうするんだ？ No problem。 抜かりはございません。このクラブベルベットは皆様の夢の中にのみ存在する不思議空間。皆様のパッションをダンスへと昇華させ、イメージ通りに体を動かせるようにすることなど、お茶の子さいさいでございます。やれやれ、完全に彼女のペースだな。我々は術中にはまったというわけか。俺っちは構わねえっすよ。なんか面白そうだし。要は踊って盛り上げりゃいいんすよね。こいつは失礼。私としたことが申し遅れておりました。今回皆様をご案内、あ、いえ、プロデュースさせていただくのはこの私、その名をエリザベス、通称エリフィーとお呼びください。もう何でもいいですよ。それで僕らはどうすればいいんです？具体的にお願いします。エリピーさん。ではチャンアマ様のおっしゃる通り、時間も押してまいりました。ここからは巻きで説明させていただきます。いや、言ってないし、業界用語無理やりすぎ。細かいことは華麗にスルーいたしまして、このクラブベルベットについてご説明いたします。まずは皆様のいらっしゃるこの部屋、こちらは皆様専用の VIP ルームとなります。舞踏の練習やご歓談など自由にご利用ください。え、ここで踊るんじゃないんだ。実際に踊っていただくダンス用のフロアはこの VIP ルームを出た先にございます。こちらはダンサーの皆様の心に残る光景を適度に再現しステージといたしました。適度ですか？この人が言うと怖いな。それと皆様にはお一人一部屋ずつ、こことは別に控え室をご用意しております。お、マジ？何その超豪華対応。控
会演出として最高のリラクゼーション効果を発揮すべく、皆様が日常をお過ごしの自室を模したお部屋をご用意させていただきました。後ほど鍵をお渡しいたしますので、出番までのっぺりと、いえしっぽりと、いやおしぼり、とにかくそんな感じでお過ごしくださいませ。自室というと寮の部屋か。ありがたい。トレーニングは欠かさずに済みそうだな。先輩適応力高すぎ。てか夢の中でトレーニングしてどうすんのよ。それでは改めまして、ダンサーチームのリーダーとして宴開始の号令をお願いいたします。え、何？ここでもお前リーダーなの？いいんじゃないか。君が適任だろう。一つ頼もうか。イエーイ、 It's party time! ミュージックスタート。ふー、自分で言っちゃってるし。やってみるしかねえんじゃん。ちなみに俺っちはいつでも行けるぜ。はあ、よくわかんないけど準備はしとくね。リーダー、指示は任せたから。やるだけやってみましょうか。意外と見上げてきたぜ。ダンスについて知識はありますか？とりあえず控え室行ってみない？